ちゃ。こんにちは。さて今日はちょっと比較、はい、今キャンプやってて、はい、無観客でやってるおかげで、はい、テレビをずっとやってくれてるのね。そうですよね。で暇な時間にこう見てるんだけど、はい、その強烈にインパクトがあるのが、はい、阪神の佐藤。ドライチですよね。ドライチの。そうそう。はいはい。半端ないわ飛距離が。それはフリーバッティングを見てたんですけど。フリーバッティングずっと見てた。阪神の。まずどういう やっぱね、広角にホームランが打てるということと、はい、で阪神を甲子園球場をイメージした時に、はい、やっぱ浜風が吹いてて、はい、左バッター不利だなと思ってたのね。はい、だけど、うん、流して140メートルぐらい飛ばすわ。流して流していくわ。その飛距離行くんですか。だってセンターバックスクリーン超えてってんだから、フリーバッティングで。そう、フォームとかは誰に近いというか誰に似てます。フォームはね、うん、どんな感じの打ち方するの。まあ柳田に近いかなって思うけど、はい、やっぱ柳田よりは動きが ちっちゃい、まあ、コンパクトというか、はい、いや大きく振るんだよ、はい、振るんだけど柳田ってこうぶつけていくような感じがあるじゃない、はい、そういうものがなくて、はい、引きつけといてバーンって打つわ。へー、これはね飛距離は半端ない。はい、それとともに比較をしたのが、はい、やっぱ清宮なんだよ。あの学年的には清宮選手の方が一つ下になるんですよね。下はい、まあ言えば大学4年生になる、はい、清宮はね、はい、で大学を出たばっかりという佐藤と、うん、はい、やっぱ打ち方が全然対照的。清宮選手の打ち方って今の打ち方ってどんな。今の打ち方ってね、ボールにねこう迎えに行ってるんだよ、はい、森内がこっちに向かってきて、はい、こうやるのと、はい、そこに止まってて、はい、こうやるのじゃ全然スピード感が全然変わるでしょ。違います、ね、そういう打ち方してるんだよ。こうやって清宮は、はい、突っ込んでいってるの、うん、なんで直さないのかなと思うんだけど、はい、いやその方がパンチ力が出るんだよ、うん、でも佐藤は全く動かない、前に行かない、うん、後ろにこう体重を残したまんま、はい、その場でバーンと打つ、うん、その場で打つっていうことは多少開きは早くなるんだけど、はい、あのパワーを持ってしたら反対方向に打てるから、はい、これはね並大抵の新人じゃないよ。まあ、清宮選手もその佐藤選手もまあ左打ちで、うん、佐藤選手は187センチ、清宮選手184なんで、うん、まあ、大体一緒ぐらいなんですよね、うん、で体重も、佐藤選手94、清宮選手101、ちょっとがっちりと清宮選手の方がしてますけど、まあね、けどやっぱ全然違いますか。いや、やっぱねその形っていうのはすごく大事で、はい、佐藤はやっぱすぐ使ってみたいと思うわ。へー、で今日紅白戦やってんのね。あ、そうです、そうです、まさに。で、1打席目見たんだけど、はい、やっぱり力みなんだろうね、うん、引っ張りにかかっちゃって、はい、セカンドゴロに終わったけど、はい、あれがセンター中心で、はい、全部センターに打ち込むぐらいのつもりでいけば、うん、相当打つと思うよ。これはじゃあ阪神のそのバッティングコーチが佐藤選手に対してどういうふうに教えていけばさらにいいんですか。いや、もうね、あんまりね、うん、細かいことは言わなくていいから、はい、だから引っ張って強い打球っていうよりも、もうセンターに向かってバックスクリーンに全部放り込むぐらいのつもりで打ちなさいって言えば、はい、遅れたボールは左中間とかにボンボン放り込むだろうし、はい、タイミングが合えば引っ張っても、 あれは風関係ないね、あのパワーは。すごいですね。ああ、じゃあどうですか、今シーズンスタメンに入れた方が豊かさいいと思いますか、開幕。いや、俺は入れたいね、将来的にもう考えて。あ、開幕に今年入れた方が将来的なことを考えていい、うん、考えて入れた方がいい。ただポジションが内野なんだよ、はい、そうですね、一応、三塁と外野というふうには出てるんですけど、うん、これどうだから内野のポジションっていうのは、まあ、サードが一番いいんだろうけど、はい、大山がいるじゃん、はい、でファーストには外国人っていうふうに考えるとさ、はい、やっぱ外野しかないんだよ。で、糸井も力が落ちてきてるし、はい、まあ、ライとか、うん、レフとか、うん、に入るかなっていう。いやー、この魅力はやっぱあるね。ですか、将来の4番候補ですか。もう将来じゃなくてもいいぐらいだよ。あ、そんなに近い。もう英才教育で打たしてもいいぐらいの迫力がある、はいはい、豊さんだったら開幕スタメン何番で、豊さん監督だったら、まあ、最初だったら6番ぐらいスタートさせるかな。
え、よかったら例えば中盤あたりからクリーンアップとか、まあ5番とか3番とか。あ、そうなんですね。あ、そのぐらいの力持ってる。え、じゃあ例えば今ヤクルトの村上選手だったり巨人の岡本選手いるじゃないですか、うん、そういったところになんか匹敵するような阪神の、いやいや、パワーは佐藤の方があるかも。あ、そうなんですね。ただ球場によって、はい、やっぱホームランが出やすい出にくいってあるじゃない、はい、だから甲子園っていうのは左バッターにとってすごく不利な球場ではあるけども、うん、反対方向に放り込めるから、はい、もう放り込めるからっていうよりも、うん、右が本当に引っ張ったような打球で入るから、すごい、いやすごいんだよフリーバッティング見てて見とれたもん。あ、そうなん、うん、豊さん、こういう逸材っていうのは何年に一人とか何十年に一人ですか？だから清原が入ってきた時は、うん、俺も現役だからそんな見る機会なかったじゃない、うん、新人の時こうやってフリーバッティングを、うん、だけど誰以来、まあ、佐藤の小型版だったのが由伸みたいな感じ、高橋由伸、高橋由伸、あ、はいはい、由伸みたいな感じだよ。でもやっぱちょっとね、逸材だわ。あ、そうなんですか？飛距離に関してはよ、はい、だから変化球とかいろんなボールにどのぐらいの対応力があるかっていうのはこれから試合を重ねて見ていかなきゃいけないけど、フリーバッティングを見る限りでは佐藤はすごいすごい、いやいや、金が取れる、フリーバッティングで金が取れる選手です。すごい大物じゃないですか？いや、大物だよ。でそれに引き換えなんだよ、清宮選手で。ザッピングするじゃない、こういろいろ、はい、で清宮、あ、打ってる、清宮打ってるって、はい、変わってないんだよ。あの清宮選手って入った時から今のようなバッティングの仕方だ。いや、まだね、後ろに残ってたんじゃないかなって、あんまり軸が動かなかったんじゃないかなって思うんだけど、うん、まあ、例えばこういう軸があったとしたら、はい、佐藤はステップして足がこっちね、はい、ここで回れるんだよ、うん、だからなんていうの、確実性があるっていうふうに感じるわけ、俺らが見るとね。清宮の場合はこうやってステップした時にこうやって軸がぶれるんだよ、うん、だからさっき言った、はい、はい、寄ってきて、はい、これと、はい、これだったらどっちが遅く見えるって、よく見えるって言ったら、はい、止まってる方が見えるでしょ。見えます、見えます。だからこうステップした時に止まっとかなきゃいけないんだけどさ、ボールを見る。清宮先生動いちゃってるから動くんだよ。 あれが治らないんだよね。それはどうなの、コーチの方とかはそれはどうしてるの？いや、指摘してんのか、まあ、監督の意向で触るなって言ってんのか、はい、これは分からないけどね。若い選手をね、あんまり触らせない監督ってもいるんだよ、はい、いや、もうそのまま自由にちょっとさして、はい、まあ、コーチとか監督もいるんだけど、はい、でも清宮は直した方がいいね。清宮選手今年やっぱり勝負の年、いや、そうだよな、でしょうし、うん、やっぱりこういう大型の新人がどん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 セーブ入ってくるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり自分の地位というか位置というか、いや、名前が消えていくよ。そうですよね、うん、やっぱり金看板を持ってるわけだから、はい、まあ、清宮だとか、うん、まあ、佐藤も金看板だよね、はい、で斎藤佑樹がじゃあどういう扱われ方したかっていうとさ、はい、だん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 やっぱ錆びてくるんだよね、うん、それじゃ困るわけよ、プロ野球としたら、はい、やっぱ金は金でいかないとさ、うん、だからものすごい素質はあるんだよ、佐藤と匹敵するぐらいの清宮でも。4年経って、今年4年目でしょ、はい、4年経ってまだそこが解消されてないっていうのがやっぱ寂しいなと思うよね。だからどちらの選手にとっても本当に今年どういうふうにブレイクしていくのか、どういうふうに修正していくのかで道が分かれてきますよね、うん、分かれるし、はい、もう清宮は本当に頑張らないと今年ファームに落とすぐらいじゃないとね、はい、やっぱ育たないと思うし、もう本当にしっかりしたものを作っていかないと、はい、まだ自分でも分かってないと思うんだよね。どうやって打ったら確率が上がるとか、はい、もっと飛ぶようになるとか、あんまり分かんない。今までは素質で飛ばしてたからさ、打ち方とか、はい、だけどどうやったらいいのかという理論をしっかり喋って、やっぱ納得させてやらないとね、こういうタイプは、うん、で佐藤はもう英才教育だよ、このままでいいからやってみろみたいな。でもそこ実践で、あとは積んでいくってことですよね。そうだね、うん、いや、ちょっとこの両選手ね、いや、だからキャンプ見てて面白いなと思ったのは、はい、同時にこう見れないじゃない、そうですね、やっぱり現地に行ってたら阪神は阪神、はい、日本ハムは日本ハムで見ちゃうから、はい、対比ができないんだけど、その日の対比ができたからすごく面白かったなと思って。だから今本当ステイホーム中なのでね、ファンの皆さんも、うん、ご自宅とかでこうザッピングしながら見てる方も多いと思うんですけど、そういう見方ができるっていうのはいいですよね。あとね、面白いと思ったのが、はい、阪神の井上、はい、
お、どのあたり面白いと。もうね、佐藤と同じぐらい飛ばす力あるんだよ、はい、でもコンパクトなんだよ。またちょっと違うんですね。違うんだよ、タイプが。でも飛ぶんだよ、うん、この子も。だけど、うん、もうちょっと荒削りに振ってほしいなと思う。綺麗に打ってしまってるってことだから結果を欲しがってんのかなっていう。そのもっと荒削りで本当の真のホームランバッターになっていいよっていうような感じの素質を持ってるんだけど、はい、なんかやっぱり1年間プロでやって、うん、ファームでもそこそこの成績は残したんだよ、はい、ホームランも打ってね、うん、だけどなんかこうより確実に打とうとしてるというかさ、うん、それも大事なことなんだけど、はい、まだ2年目っていうことを考えるとね、うん、もうちょっと荒削りでももっとバット振ってもいいよって。お、振らなくても飛んでいくんだよ。いやだからそれを覚えちゃったのかどうかわかんないけどはいはい、はい、また佐藤とは違うんだよ。だけれどもやっぱり強力な豊さんのそのインパクトを与える選手の一人なんですよね。ああ、だから将来的に言えば井上と佐藤がホームラン争いするんじゃないかな。そんなにですか。だからまあ例えば、はい、ソフトバンクの松中と城島がホームラン争いしたように、はい、なんかそんなチームメートになりそうな感じがするんだ。予感が阪神もう強くなる予感しかしないです、ね、いやーなんか久しぶりにフリーバッティングを見惚れたというかさ、あ、そうなんですね。そんなバッターだった。じゃあちょっとあの、ね、まだキャンプ続くので、うん、阪神はこの佐藤選手と井上選手のバッティング、これが注目だわ。で、あのね、紅白戦とかオープン戦もちょっとチェックしといてほしい、ね、で清宮今のままじゃちょっと苦しいよ。まあ分かんないよ、フリーバッティングだから打ててるけどホームランとかもね。だからこれが実戦に入ってくると、はい、まだちょっと苦しむかなって思うよね。みんないいバッターを見てて、いいバッターがどういうふうに打ってるかっていうのをもっと自分に置き換えて研究してほしいよね。自分に置き換えてってことですね、うん、だから清宮は絶対誰かに言われてるはずなんだよ、うん、軸がブレすぎると。だけど自分では納得できてないんだよね、多分これでやってきたんだという自信があるんじゃないの、成功体験が、うん、まあ高校の時に。だけどやっぱこう自分で気づきをしないとさ、このタイプは治らないかもね、人に言われても。言われてもどこで気づくかっていうとこですね、うん、だって成功体験があるとさ、これそれを崩したくないでしょ、なかなか人って。人ってそこにしがみついてしまうんですよね。そうだろう、うん、だから、まあ、そこら辺がね、うん、そこら辺気づきがあれば、はい、コロッと変われる選手だからな。そうですね、あ、だからもったいない、ちょっと、ね、今のままではね。もうこのキャンプを気づきのキャンプに、ね、してほしいですね、清宮選手は、はい。